あ、チーズは溶きやすいから後で、はい、うわすごいことになってます、すごいことに。こんにちは、プリスキラ TV JPN です。今日は動画の最後に写真を提供してくださっている旅猫ちゃんのお宅にお邪魔しています。燻製を作ります。材料は生酒と鶏のささみとプロセスチーズとゆで卵です。アルミホイルをフライパンに敷いてあるんですね。2つ半ほど、はい、桜のチップ、はい、網を置いて、はい、蓋をして、火をつけます。何分ぐらいですか？煙が出るまでですね。煙が出るまでこのまま待ちます。あ、煙出てる、この鮭の下ごしらえはどういうふうにしてあるんですか？ソミュール液というのを作って、それにちょっとつけて、あと洗って、はい、乾燥させます。弱めの中火で5分から10分だそうです。なんということでしょう。油を引くのを忘れたそうです。今から挽回する。お魚を置く前に油を引きます。魚にまぶしちゃえばいいのか。忘れた時はお魚の方に油を塗ってしまいましょう。まだくっついてなかったですね。よかった。あ、でもちょっともう色が変わってきてますね。早期発見で。火を消して余熱でしばらく置きます。おおおおお、あ、おいしそう。サラダにかけましょう。はい。チーズはね、溶けやすいから後で。あ、チーズは溶けやすいから後で。はい。うわ、すごいことになってます。すごいことに。ここから弱めの中火で5分燻製します。チーズですね。チーズは溶けやすいので。途中から入れることにするそうです。はい、ここから何分ぐらいですか？5分ぐらいですね。はい、ここからあと5分ぐらい燻製していきます。おお、事件です。チーズが下に墜落してしまいました。救出できませんか？はい、もう形がありません。残念、形がなくチーズは下に墜落してしまいました。前回うまくいったんですが。ちょっと残念なことになりましたが、火を消して余熱でもう少し燻製します。ささみ、卵。もっと色つけたかったね。そう、美味しそうですよ。美味しそう、美味しそう。雰囲気だ。悲しいことになったチーズ、ちょっと後で救出しましょう。あ、綺麗に火が入ってますね。美味しそう。
何のドレッシングですか？はい、白だしと蜂蜜とぶどうのオイルです。酢は柚子です。塩コショウも入ってるそうです。鮭と、鶏のささみ、それからゆで卵の燻製です。こちらはかぶはこれ何かお味がついてるんですか？軽く使用しただけですね。プロシュート、中に巻かれているのは洋梨です。ラフランス、ちょっと甘みが欲しいかなということで蜂蜜です。出てます。柚子、大きい柚子ですね。柚子ですね。いい香りです。胡椒ですね。ディップにつけるお野菜、きのこのマリネと、はい、めんつゆ麹のマヨネーズ、はい、こちらですか？はい、めんつゆ麹マヨネーズ、はい、ハーブのクリームチーズ、バジル刻んで入れました。はい、あと、粒あんです。これお得意の、昨日から炊いてくださったんですか？あー美味しそう。極上のあんこです。これをパンにつけていただきます。やはり違いますか、バルミューダだと？そうですね、外はパリッと、うん、中はしっとりという感じです。おもてなしの料理を頂戴します。最後までご覧いただき嬉しいです。素敵な時間をお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。皆さんのリクエストをコメント欄でお待ちしています。チャンネル登録もよろしくね。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。